広島のスプラッシュです。そしてマッツガーズです。はい、なんとアクターズスクール広島ができて20年が経ちました。イエーイ。皆さん知ってましたか？はい、1999年の4月に開校したんですよね。ということで今日は20アニバーサリー2019スプリングアクトと題しまして、皆さんに思いっきり楽しんで帰ってもらえるように私たちも精一杯頑張っていきたいと思います。オープニングは私たちスプラッシュの新曲雲の切れ間に、そしてマックスガールズがスクール出身まなみのりささんのまなみのりさのテーマを替え歌でお送りしました。今日はこんな風にスクールの先輩方の楽曲をたくさん歌います。あのさ、せっかくなんだけどさ、まあ、元気な元気づけ、うん、めっちゃ面白いやつをマックスガールズにお願いしようかなって思います。イエーイ。いや、いいじゃないです、いいじゃないです。なんかやって、え、やだ、え、面白いやつやってくれるよね。あんまちょっと仕方ないんで。やだよ。あ、じゃあ私が行きます。はい、どうぞ。行きます。20周年楽しまなきゃ。ダメよダメダメダメよダメダメ。はい、全く盛り上がらなかったところで続いていきましょう。門芸ラインでインフル